はい、YouTube をご覧の皆様、こんにちは、湯沢翔輝です。台湾版のモンストニュース見てきました。なんか強そうです。はい、見ていきましょう。劉邦かな？の重心化が発表されましたね。はい、ステータスは反射&ゲージのバランス型。ラックスキルが友情コンボクリティカル。アビリティが超アンチ重力バリア、超アンチダメージボール、魔法陣、重力バリアキラー、ドレイン、ハンジョンサンシャイン、ストライクショットが、サンチン、アシンションサンシンシャン、ホンセンシャン、友情コンボが、超強破裂斬撃弾と、全敵超毒メテオということです。うん。いいんじゃない？ちょっとわかんないけど、いいんじゃない？いいと思うよ、俺は。うん。で、なんかすげえイラストがいい。なんか絶対構成的反感反純性重心化、はい、見ていきましょう。はい、反射&ゲージの砲撃型、ラックスキルが友情コンボクリティカル、アビリティがアンチ重力バリア、マインスイーパー EL、 アンチ魔法陣、多分友情ブーストかな、でゲージでコンタ三振関心三振発射チャージ、多分攻撃力が3倍で速度が 0.25 倍という新しいアビリティですね。で、ストライクショットが、反進、損進、感染症さん。ランダープラス反撃みたいなやつですね。で、友情コンボが、全敵鎖低、全敵ロックオンレーザー EL と、ツインロックオンワンウェルレーザー EL みたいなやつです。この子強いよね。この子強いよね。反症三振。強いよね。はい。ということで、まあこれがね、オリエンタルトラベラーズに追加されるのかわかんないですけど、まあこういうキャラが台湾版で発表されたということでした。あの、イラストがめちゃくちゃいいんで、ぜひね、欲しいけどね、オーブがないですね。はい。ということで、今回の動画は、1月29日土曜日にあった台湾版のモンストニュースのキャラを見ていったという動画でございました。ご視聴ありがとうございました。